吉田さんガーシーのね、まあ、リサーチをしていてすごいなと思うのがどこの SNS を選ぶかじゃなくて自分の SNS を作ってそこにねファンの方を、まあ、あのアカウント作成させてるってことですよね YouTube でもインスタグラムでも Twitter でもなくてガシルっていうものを作ってですねそこにおいでってやってるんでこれはね規制されようがないですよねしかも広告も出してませんけども多分これガシルに広告を出すように 企業集集めたら結構集まるんじゃないですか、ねうん、いあの去年の2月ぐらいはね110円しか持ってなくて詐欺で立件されるのを恐れて逃げるようにドバイに行ったらしいんですけどもそこからね、あのー、大逆転して詐欺を行ってしまった人にも反省をしてそれからのもうお金を返して和解してみたいなことでねきれいさっぱりなわけですよ。で、今、容疑がかかってますけども、 綾野剛さんが17歳の女の子に酒を飲まして飲行したっていうね、要するにまあ性犯罪をしたっていうことを暴露したのが営業妨害だとかね、なんか脅しだみたいなことになってるらしいんですけども、果たして綾野剛さんは騒がれなくていいんでしょうか <laughs> この前裁判があってね、綾野剛さんがあの、それを事実を認めたということにはなってますけども、どこも報じないですね <laughs>。だからね、どれだけ罪が重いことをやっても知られなければないのと一緒みたいな感じですよね。で、あとはね、やってないことでも、 やったというふうに多くの方が思い込んでしまえばそれがそのままあのー、和歌山カレー事件の増林真美被告みたいにそのま,まあま、のー、死刑判決が履行されるということで非常に恐ろしいことですね。うん、だからその報道っていうのは第4の権力と言われます司法行政立法の次の権力だと言われますけども実はね報道が。 第一の権力、最大の権力なんではないかなというふうに思いますね。私もこうやって YouTube でべらべら喋ってるだけで暮らせてるわけですから、その威力は多少わかると思いますけどね。はい、お疲れ様です。